はい、それでは今回もドントスターブトゥギャザー実況を続きプレイしていきますと思った先から、結構やばそうな雰囲気が漂ってます。前回ね、かなり死闘を繰り広げたところで終わっていたので、そのあたりからかなり傷ついた状態で始まっています。で、いきなり狼来てるんで、ちょっと頑張ってやっていきましょう。で、ちょっとね、今回多分初めて入る人が結構多くなってるので、ちょっとね、大丈夫、下の方大丈夫かなと思うんですけど、あ、チェスター。早くも犠牲者が出ているよ。で、あと僕のこの装備も大丈夫かっていう話はありますね。よっ、よいしょ。なので下にいる人たちが無事に拠点に着くことを願うんですけれども、今んとこ大丈夫そうなのかな。もしかしたら迎えに行くというか、下の方に向かっていった方がいいかもしれないですね。で、注射器で今体力の方は上げています。やっぱり、ね、今入ってきたばっかりなんで兜も持ってないという、そりゃそうだっていうね。うわ、すごい真っ白なウェーバーだ。多分もういないかな。よっ、倒しとこう。よいしょ、 OK。 チェスターのまた目が閉じちゃいましたけども、はい、ということで今回は多分ね、一応最後になるかなと思います。トードストゥールっていうカエルのボスを倒すのと、ね、あと前回ね、めちゃめちゃ苦労して手に入れた影の心臓がありましたよね。あれを使って、これ、シャドウアトリアム。これ、まあ一応影の心臓らしいんですけれども、これを使って蘇らせる、ボスを倒していきたいと思います。そうですね、どういうことをするかを、ちょっと今からまた皆さんに説明しながら、やっていきたいと思います。これすごいです。アイデア商品みたいなところ、産地回復畑作りましたって言ってましたけれども、このビークイーンの兜をかぶってると産地のね、マイナスがプラスに転じるっていう効果がついてて、この悪魔のね、悪い花をこうやって周りにたくさん植えることで、そこに立つと産地がね、プラスになるっていう、これぐいぐい回復する感じの畑を作ってくれてます。で、ビークイーンクラウンはもちろんこれかぶってるだけだと耐久値ね、変わらないんで、普通だとこうやってめちゃくちゃ下がる場所がビークイーンクラウンの効果で、そのマイナスがプラスに転じるっていうね、なんかすごいところ作ってます。はい、ということで、ですね、まあ、冬も明けて新しく入ってきた人たちが大半なんですけれども、装備も結構整ってきたので、そろそろね、トードストゥールのところ行きたいと思います。あとね、影の心臓と、化石も、用意しています。なのでそろそろ行くようにしようかなと思いますね。ということで、今回は無事みんな集まってると思います。1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。はい。なので、そろそろやっていこうかなと思います。これって、カットするだけでよかったんだっけな。始めていいか聞いてみてからやっていこうかな。始めていいですかって聞いておきます。あー、漢字が違う。初めて。漢字が違うのが気になる。お年頃です。はい。なので、OK が出てるっぽいんで、大丈夫だと思います。まあ、他の方はね、結構ボイスチャットを使ってるみたいなので、ダメだったら、ダメって言ってくれるはずだと思います。まあ、産地がね、結構やばいんで、
構デザーターね使って飛んできた人もいたんで、産地回復してからやっていこうって感じですね。なので切りましょうよっ。うわー結構すぐ出てきてるな、切るなーってよっ、やっていこう、叩いていこう。そうそうそう、このキノコのなんか毒ガス爆弾みたいなのしてくるんだったな。僕今カモーシャンター着て戦ってましたけど、あるあるですね。よっ、ちょっと右手のねこのウサギがすごい気になるんですよね。これ最初こんなに大丈夫だったっけ。あ、いて、それ結構範囲広いな、本当に爆弾っていう感じがする。で確かキノコのその枝じゃないですけど、なんか木をね出してくるってのを覚えてます。でそれをちゃんとカットしないと、うわわわガスがすごい。あ、これ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 、これをちゃんと切らないと。あ、ウッディがやってくれてるけど、切ろう。キノコの木があるうちはちょっとパワーアップしちゃうんですよね。だからちゃんと切らないといけないっていう。このコンパス何で、よっ、槍持って戦っていこう。いてててててて、あ、もう出したら爆発するなってる。あ、いたいたいた、あ、ほら来てる来てる、これだよ、これこれこれ、一番懸念してたこれこと、これちょっと勘弁してほしい。これ僕なんですよね。あー、そうか、ウェーバーも嫌われてんのか。戦った方がいいかな、ちょっと待ってね、これこの辺り落としてあげた方がいいかも。あそこの周りの戦闘に参加しないと、早めにこのトードスツールをやっておかないとまずい気がするな。これってさ、なんだろう、あれは回復すんのかな、アビゲイルも回復すんのか。いや回復してないな、多分アビゲイルも今死んだっぽいよ。魂は今ちょっと全部、これウサギパニック落とせない。なるほど、頭にこれがつくと爆発しちゃうんだな、そこで。だからちょっと離れた方がいいんだ。はい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 、まあもう本当に前戦ったことなんてもう全部忘れてますからね。おと思ったけど倒れてない、よし行こう。だから頭に毒ガスみたいなのつけられた時は離れて戦った。おわわわやばやば苦しい苦しい、苦しかった今のかなり。あ、これだ、これあったら離れて爆発させて違う方に行く。でちょっと装備をこのダークソードに変えよう。よいしょ。でこの間はもう殴っちゃってる人がいてもいいのかな。だから周り切ってる人もいる中で、あ、やばー、これやばいの出てる、これこのドラゴンみたいなやつも出てきちゃってるじゃん。やばいやばいやばい、ちょっと待ってね、これ体力回復させてよっ。雲の、うわー、しかも上から、ちょっと待って、まずこいつこれからやろう、このドラゴンからやらないとマジでまずいことになるよっ。で落としたアイテムソウルはその場で出すようにしちゃっていいと思うんで、その地震がやばいな。でこっちからやろう、でダークソードでこっちからやろう、あととかってしかそんなことしか言ってない。よし、 OKOKOK、 ちょっと持ち直したか、これやっとかないと。あー、ミグフリットが、ちょっと待ってね、ライフギビングアミュレットでどうにかなると思うけど、あ、使ってる使ってる、ライフギビングアミュレット使ってるわ。オッケーオッケー、ナイスナイス。でこれ回復してあげよう。そっちのキノコど、キノコどうなってる、トードスツールどうなってる、まずいよね。よっ、あ、そうかそうか、なるほど、周りにこれ物置いちゃってるとスペースで拾っちゃうんだな。あんまりこの先頭のところに物を、回復アイテムを置いてあげるってのは良かったり悪かったりするところがあるね。はい、よし行こう。
地震にだけ気をつけたい。とにかく殴らないとこれ終わらないから当たり前だけど、兜くれ。だからこの間切ってる人と殴ってる人に分かれていいと思いますね。ということで殴ります。あと体力結構やばい。これまずい。あれ抜けないと結構やばいな。で、ここにある蜂蜜シップとか使わないと体力回復しない。置いてるだけじゃこれ体力回復しないんで。わっとっとっと、つけられてる。これ抜けないと。よし、 OKOKOK、だいぶ安定してきたような気もするけど、これダークソード持ってるとね、産地が減っていく悲しみはあります。なので離れるときはちゃんとこれで離れよう。で切るときだけこれね。おお、ナイス、勝った。 GG。 大変だった。あ、やばい。これドアフッサーで燃えてる。周りのものが消したい。大丈夫そう。 OK、 ナイス、終わった。結構大変だったな。終わっちゃうだったで、ちょっと産地やばい、体力やばいっていう状態になってるんで、ブルーキャップ、これ体力回復するキノコね。で、あとどうしようかな、これヒーリングの軟膏とか。すごい、もうめちゃくちゃすぎてほとんど何も喋ってなかったというか、まともに喋れた気がしないけど、多分こういう時って編集見返しても、まともに喋れてません。ちょっと謎の日本語でしたけど、うん、OKOK、 勝てた。どうしよう、ここで影の心臓のボスも出そう。なのでそのままでいいと思います。化石どこやったっけな。これだよっ、よいしょ、これかな。そう、これだ。で、これをどうしようかな、この辺によっ、こうやって組み立てていって、よいしょ、化石の人形というか、これが出来上がる。で、それでこの影の心臓を与えるとボスが生まれるということみたいです。なのでこれが最終ステップですね。前回から続いていたいくつものステップを乗り越えての、うん、あれなんですけれども、最終の形ということになるんですけれども、これでボス出して戦いたいと思います。またなので一旦戻ろうかな。あ、なんかね、そんなにそこまでめちゃくちゃ強いってわけじゃないみたいなんで、もうこのままやることになりました。じゃあやりましょうってことで、心臓を入れたいと思います。ちょっと待って、僕武器が怪しい。これ心臓どこだっけ。あったよっ。じゃあ入れまーす。よっ、ここじゃない、そうじゃない、暗いところとかじゃないとダメなの、これ。あれ、これ何が、あ、組み立ててくれてる。なんか間違えてた。あれ、あー、出てきた。おお、すごい、面白い出方するな。オッケー、じゃあ戦っていこう。どんな感じの攻撃してくんの。一回離れた方がいい。あ、すごい、で僕もう魂ないから抜けられない。あれ。いや、そうなんだよね、ちょっと笑っちゃいますよねこれね。あれ、もう終わっ。あー、これね、これはね、ちょっと構成作家さんのミスというか、その
あれ？これこんなに弱いもん？なんか間違ってたとかじゃなく、これなんだろう、これキノコの変える後にした方が良かったんじゃないっていう、そんな気がするんだけど、もしかしてここで蘇らせるもんじゃなかったとかいう、そんなオチとかある？なるほど。あのね、エイシェントガーディアンっていう地下にボスがいるんですけど、そのボスが落とすね、鍵を心臓に刺してからじゃないと、あの真のね、ボスに出会えないみたいです。だから、もうワンステップある。で、その鍵が、どこにあるかがちょっとわかんないんですよね。だいぶ前に、ウルフガングさんが、エイシェントガーディアン倒してたのは知ってるんですけど、だからそこ今回ねいないんですよね。だから鍵がちょっとどうなってんのかがちょっとわからないという状態にあって、なので鍵を探すか、場所知ってますってちょっと連絡してみます。一旦拠点に帰って悪の花畑に囲まれて産地を回復している頃、エイシェントガーディアンの鍵が見つかったということで、またこの辺りのね、ステータスが回復したところでまた地下に行きたいと思います。サンキューですね。で、魂この花畑の中だったら食べ放題なんで、ちょっと食べておいて、体力も回復して、まあ、8箱からね、8出して倒せば、3ソウルはね、結構手に入るので、まあ、それで、またソウル集めて、だからそれの、その真の、その影の心臓のボスですね、は、あんな感じじゃないはず。もう少し強いと、聞いていますけれどね。じゃどうなるか分かりませんけれども、また地下に潜りたいと思います。せっかくだし、マッシュライトも作っておこうかな。これも立てておくと、多分明かりをずっと提供してくれるはずなんで、畑仕事はやりやすいように、ここに立てておこうかな。あれ？これって、あ、そうだ、なんか頬しか何か入れなきゃいけないんだったっけな。明かりのアイテムか。それで光るんだったような気がする。見て思い出す。こんな感じ。これグローベリーじゃダメかな？グローベリーじゃダメ？あ、グローベリーでもいい。グローベリーちょっと光ってない？ちょっとだけ、あれ？ほら、ちょっと、ほら、あ、光ってる。光ってる、光ってる。うん、この明かりをね発するアイテム入れればこうやって光ってくれるみたいです。ありがとうございますですね。あ、ついにリフォームされてる。このカオスな状態になっていた箱が、でもこれもう何、もうどこに何が入ってるか区別とかもう分かんないっていうか、丁寧にもうこれ床に並べた方が分かりやすい可能性がなきにしもあらずですけれども、ちょっと拠点周りの整理もしてくれてるみたいですね。はい。あ、これね、ウィノナの特別アイテムです。これ燃料入れることで、カタパルトが起動するってやつですね。これ電源。これカタパルト。狼とか出てきたら、あ、そうだ、これ。蜂いけるかもな。蜂、ちょっと、どうだろう。待ってね、燃料入れないとダメだな、そもそも。燃料ってこれ、糞とかでもいけんのかな？なるほど、燃料は、この小石ですね。この小石を入れると、これ起動して、で、近くにいる、この敵を倒してくれるはずなんですけど、どうかな？ちょっと、この、蜂、呼んでみようかな。もうちょっと来てもらった方がいいかも。よし、来い。よっ。で、そしたら、これやってくれるんじゃない？ほら。どう？すごい。あ、すごい。
ちょっとラグがあるから、こう当てるのが少し難しいけど、こううまいこと、おおすごいすごい。いいぞ、悪くない、悪くないけど燃料的にはどうなんだって話はある。おお、ただ結局これ殴った方が早い説はちょっとありますね。しかもダメージどうなんだろうな、槍で一発分ぐらい、2回当たったら死んでるんで、このバトルスピアで2回ぐらい、3回ぐらい当たってないとダメかな。このバトルスピアで、うん、1回分ぐらいのダメージは出てんのかな、そうかもしれない。おお、すごい。これ電源オフとかはできないのかな、もうつけっぱなし、そんな感じみたいです。ウィノナのカタパルト面白い、これ。